はスライボーズでございます。初めてじゃない方もよろしくお願いいたします。今回なんですけども、タイトルにもありますように、外人と出会えるマッチングサイトアプリをですね、こちらね、おすすめさせていただければと思います。よろしくお願いします。いきましょう。よろしくお願いします。ですね、一応アプリを選定する基準としては、僕はね、あんまりお金をかけたくなかったので、無料ということ、言語をしっかり学べるかということですね。僕ね、3つ目これも言っちゃったんですけど、出会えるか出会えないかっていうのは結構大事だと思ってて、定期的に会える人ですよね。まず Tinder ですね。 Tinder これめっちゃ有名だと思うんですけども、結論から言うと、個人的には僕は合わないかなと思いました。なぜかというと、僕はね、そこまで自分の顔とか、その標準的に言って中の下ぐらいから中の中だと思うんですよ。普通の感じだと思うんですよ、僕は。なので、あんまりね、コストパフォーマンス的には良くないかな。もちろん、イケメンだったりとか、面白い人だろう。いろいろ、ということでですね、僕がね、まずおすすめしたいサイトはこちらなんですよ。はい、こちら、OKCupid っていうんですけども、このサイトなんですけども、アンケート無限にあるんですよ。あなたはベジタリアンですかとか、あなたはペットパーソンですかとか、あなたは犬派ですか猫派ですかとか、夜寝るの遅いですかとか、もう本当に朝ごはん何食べますかとか、長州小力は好きですかとか、もうなんでそういったものをブワーって僕らがアンサーしていくわけですね。この女性はあなたと同じような答えを言ってますよっていうものを、そのマッチングパーセンテージにして出してくれるわけです。外人は結構多いかなと思います。アジア系の人からヨーロッパ人もね、たくさんいますので、英語で会話がちゃんとできます。で、最後に出会えるか出会えないかっていうのは、結構これは結構出会えると思います。なんでかというと、僕なりに思うのは、初めからそのアンケートをやってるわけじゃないですか。もう究極な質問だったりすると、あなたは彼氏彼女じゃなくて体の関係だけを求めますかっていう質問とかもあるんですよ。それにイエスとかノーとかやってたりしたら、もう分かるじゃないですか、大体。僕はこの OKC っていうアプリが一番僕としては出会いました。はい、次こちら、バドゥなんですけども、バドゥなんかベイドゥなんか分かんないですけど、 Tinder 並みに楽です。右左する感じですね。バドゥは上限ないんですよ。だから一生やっていけれるんですよ。一生こうスワイプできるんですね、そこに人がいる限りね。一生こうスワイプできるんですね、そこに人がいる限り。なんで、マッチ率も結構多かったりもします。いろいろ身長だったり体質だったり話せる言語とかっていうのを記入する欄がございますので、 Tinder よりは若干こう詳細を知れるかな。次にこれ学べるのかっていうところだと思うんですけども、外人が圧倒的に多いです。僕もスワイプとか結構ずっとしてるんですけど、暇なので、はい、日本人の人が結構少ないです。だから外人のフィリピン、インドネシアとかいますかね。バドゥは気軽に出会えて、でプラスどんどん親密になっていけれるアプリなのかなと思います。 Tinder よりは何ていうんですかね、構えないっていうのかな。ただこのアプリなんですけど、実際に出会えるか出会えないかって言ったら出会えるんですけど、現在地設定がちょっとおかしいことになってるので、みんながみんな日本にいるということではないということでございます。ただ言語を別にね、学びたかったらそれでいいじゃないですかね。で、3つ目こちらなんですけども、ハロートークと申します。で、こちらはマッチングサイトっていうよりも、どっちかというとこう言語を本当に勉強したい人の向きのアプリでございます。マッチとか全然ないです。自己紹介文だけ書いて、どういう感じで何の言語を学んで今どういう、ね、目標を持ってるのかってバーって書けるんですよ。で、これは何がいいかっていうと、他のアプリだといろいろ自分が学びたい言語で会話するじゃないですか。でも途中で、ね、めちゃめちゃ面倒くさくなるんですよ。めちゃめちゃもう、本当に会話したいんだけども、なんか いちいちその Google 翻訳とかを開いて、もう翻訳してからまたペーストコピーペーストしてまた送るみたいな。このアプリはそれを解消してくれるんですよ。で、この会話しながら翻訳機能がついてて、スペイン語の下に日本語ポッて出てきたりとか、こういう意味なのかって分かって、今日はこんなことがあったよと か書くんですけども、そういったところを自分が学んでる言語で書くじゃないですか。で、一応シェアするんですね。シェアするとスペイン語を教えている人、その僕のポストを見るわけですよね。で、それを見て、で、あ、この人はこの文法間違えてるよと思ったら、その文に対してこう斜線を引いて、これはこうこうしてこういう風な言い方をするんだよみたいな感じで書いてくれるんですよね。だからこれはハローアプリ、ハロートーク、ここはこれめっちゃいいですね。出会えるかって言われば全然出会えません。僕もね、出会うためにこのアプリをやってないので。ということで、3つね、一応アプリをおすすめさせていただいたんですけども、コミュニティのね、お話もさせていただけると思います。これはね、こちら、はい、Facebook は皆さん知ってると思うんですけども、南米の人ってまだ
Facebook すごい使ってるんですよね。例えばラティーノ戦ハポンとか調べるとそのコミュニティが出てくるわけですよ。だから日本でいるラテン人のコミュニティが Facebook で作られてるので、そこに行ってそこにポストするとたくさんの人がコメントしてくれるわけですよ。なんでそこの人たちを、コメントしてメッセージなどでやり取って出会えるってこともあります。次こちら、旅人の人は知ってると思うんですけども、カウチサーフィングといっててですね、カウチってのはソファーですね。ソファーでこう寝れるんですよ。やり取りとかめんどくさいからもう本当にすぐ出会って向上させたいっていう人のね、タイプのアプリでございます。これアプリっていうよりもこれはウェブサイトに近いのかな。カウチサーフィングっていうこの旅をしながら、そのただでね、その土地の家の人のところに泊まれるっていうアプリでございます。もしね、自分の家が空いてたりしたらですよね、ベッドとかリビングルームが空いてますよって人は、旅人である外人をこう呼び込んで、自分が英語を勉強したいからこう英語で会話する人をねちょっとね、泊まらせるのはちょっと抵抗あるかなと思う人は泊まらす必要全くないんですよね。だからもう本当に紅茶だけでも、お茶だけでもいいですよ。だから本当にカフェ行ってちょっと話すだけとか、市内一緒に回るとかね、ボランティアでも行きますよね。英語力が上がっていくのかなと思います。僕はね、もう本当にヘビーユーザーでした、これはね。ただね、女性の方はね、一人旅とかの方は結構 お気をつけください。いろいろね、良くない情報を聞いておりますので、実際にしっかりと信頼を置ける人とね、連絡を取り合って実際に出会うことをお勧めします。はい、ということでやってきましたけども、いかがでしたでしょうか。はい、僕がねお勧めするマッチングサイトは、まずは OKC、次はバドゥ、で3つ目はハロートーク。この3つをやってれば、日本でも出会えますよという形です、ね、でコミュニティのおすすめは、Facebook だったりとかカウチサーフィングですね。いろんなアプリがまだあるので、僕が出会えてちゃんと言語が勉強できたよっていうアプリはこちらのものになるので、ぜひね、皆さんの中でもしこのアプリ良かったよとか、女性の方でもね、ちゃんと安心できるアプリっていうのがね、もしあればですね、教えていただければと思います。コメントもお待ちしております。ということでやってきました。ありがとうございました。